はい、どうも、こんしるです。あのね、復縁に成功できる人は、季節を味方にするのが得意というか、あの、できるようになる。季節を味方につけられるようになる人、なった人は、復縁に成功しやすいです。例えば、これから春じゃないですか。まず、ね、わざわざこういうことしておるわけです。まあ、このさつ、角にこれがついたのを、まあ何、何回か前の動画からだと思うけど、どう思った何にも目に入らなかった。目に入らないわけはないよね。いつもの、あの、なんだろう。 何の味気もない角が <laughs>、鹿の角がね、桜ついてるやんって <laughs> なったよね <laughs>、はあ。つまりあの、日本人のみならずだけど、この季節味方につけるっていうのは非常にその注目するというか、相手の意識を引きつけるのに重要なんだよ。とても。 俺、これ夏になったら何しようかなと思ってる。夏、去年の夏はこれまだ持ってなかったから、僕これ作ってなかったから、風鈴とかつけるかいこれ。風鈴とか、ここに氷とかってね、かき氷の <laughs>、なんかちっちゃいのあれつけ,つけようかなとか思ってるけどさ。だからこれから春でしょあなたはどのように季節を味方につけて元カノ元カレにアプローチしていくうん。 アプローチの仕方っていうのはいろんなね、その他の動画でも僕も話してますから、アプローチの仕方までは今この動画では言わないんだけど、どのように味方につけるっていうこと。うん、まず洋服なんて簡単じゃない例えばこれ1回前、二回、1回か2回前の動画で、白系、僕はね、僕は白系ワイシャツ、えー、白いニットタイで、そのピンクのなんか謎ジャケットにこれっていう動画あったよね。 季節感は少なくともあるじゃないですか。うん。でもその復縁できない特に男性、は、まあ、女性も多いかな。復縁できない女性もそうなんだけど、季節に合わない、何かその変わり映えのしない服装をずっとしてる。うん。それはよろしくないよね、やっぱね。 それは面白くないし見ててもね、変わったって思ってくれないし、あなた自身が季節の季節大使になって、相手元カノ元彼に連絡するだけで、例えば LINE のプロフィール写真をそうやって変えてさ、連絡するだけで季節をお届けできる存在になった方が成功率高まりそうじゃない 相手の気持ちをどれだけ喜ばすか。こいつは今、あの、あなたのことね。相手にとってさ、こいつに返事してやっても、返事くれてやっても、こいつはめんどくさくなさそうだぞと。別れた時のあいつじゃなさそうだぞって思わせる効果ってめちゃくちゃ高そうじゃないうん。そういうのって重要なんですよ。 でその他にはって考えると、例えば、あの、これね、昔ね、うまく、うまくいったケースなんだけど、今から桜の時期じゃん桜の枝ってもちろん折っちゃダメだから、あの、地面に落ちてる地面に落ちてるその桜の花びらとか、あのー、まあ、真、まあ、新しいやつちゃちゃちゃっと集めてきてですね、まあ、そんなたくさんじゃなくてもいい。5、6枚でいい。5、6枚でいいから集めてきて、それでそのままその足ですぐ喫茶店に入ってコーヒーを頼みます。で、そこの、その器 喫茶店のそのコーヒー頼んだらさ、まあ、アイスコーヒーじゃなくて、あの、ホットコーヒーの方。じしたらカップと、そのカップの下に惹かれてる皿があるでしょ小皿が。<laughs> 小皿の周りに桜の花びらちょっとポッケから出して散らす。で、それを写真に撮って、元カノ元カレ、ね、あの、元恋人に送ってですね。で、えっ、ー、と、まあ、久しぶりって言いながら、あの、久しぶりに、あの、春だし、喫茶店でもどうすかって一緒に、こんな、あの、素敵な喫茶店見つけたんだけど、近いし、あの、もし暇だったら一緒にどうすかって連絡をした時に、相手からいい返事が返って ってきたたケースがあったんだよ、ねうん、でこれはあの「おっさんっぽくないですか?」っていう「おばさんっぽくない?」っていう意見もあるんですけど確かにわざわざ写真とやって撮ってね送るっていうのもなかなかおおっさん感おばさんん感感ば若干はあるただよ普通に誘ったって来るわけねえんだっていうのはそこはわかるよね普通に誘ったって来るわけねえじゃん。うん、復縁なななんんて基本的にみんなしたくない 復縁したかったら別れ,れてないんだから当たり前だけど、あなたのこと大嫌いだから別れてんの。なので、その相手に対して普通に何にもその写真も送らず、テキスト文章だけで送ったって、ね、あのー、喫茶店、こういう喫茶店見つけたから一緒に行きませんかお久しぶりっすって、えー。楽しそうな雰囲気で送ったって来ないよ、そりゃ。うん、なんか怖いし、なんか。あの、文章だけって怖いよ、やっぱ。ね。特に今の時代、何されるか分かんないさ。 でもあなたがそうやってその、ちょっと小細工して <laughs>、そういうね、なかなかなんか季節感あるさ、コーヒーのあれに、こう、コーヒーとかのところの小皿の縁にパラパラあったらなんか綺麗じゃないえ、綺麗だと思うのは僕のだけ。いや、綺麗でしょ季節感あるでしょ素敵じゃないうん。最悪、あれ桜の花びらって食っちゃダメなんだ食,食ったら死ぬなんか毒性の強いものある。紅茶とかさ、あの、アイスティーでもいいけど頼んでさ、そこにパラパラ入れちゃえば。 飲んじゃえば、そして。<laughs> それ、ね、パラパラした、その写真、パラパラしたから写真撮って、その桜の花びら食っちゃえばいいじゃん、そのまま。あのー、アイス水と一緒に飲んじゃえばいいんじゃないごめんね、これ毒性あるかどうかわかんないから、ちょっと、あの、おすすめはできないけど、ちょっと調べとこうか、調べとこうか。桜の花に毒性があるか、花びらには毒性があるかどうか、ちょっと調べて、概要欄とかに書いとくけどさ、例えばそういう写真撮って送る。で、それをネタにして何か誘うなり、話するなりっていうのは、結構有効だったりするんですよ。 だから、おっさんぽさって、おっさんぽさ、おばさんぽさ、なんか写真そういう映え,映える感じの写真を送る、おっさんぽさ、おばさんぽさよりも、目新しさとか、お、え、い、ー、すげえじゃんっていう、興味の方が若干強いんだよ。うん、確かにおっさんぽさ若干あるかもしれないけど、それよりプラス面が多いから、文章だけで誘うとかね、文章だけでメッセージ送るよりも、久しぶりっつって。文章だけじゃわかんねえよ、相手としてはね。 で、例えばさ、あの、元カノ元彼にお手紙送るなんて結構怖めのね、ストーカーチックな行動だからやらない方がもちろんいいんだけど、でも最悪もう手紙送るしかないっていう状況もあるじゃん。全部のその連絡手段が断たれていて、全部ブロックされてて、もう何も連絡取ることができない。でも住所だけは知ってるとか、っていう場合にお手紙を送るっていうのは、まあこれありはありというか最終手段にはなっちゃうけど、まだそのもう二度と手紙送ってくんなって言われてなければ、まだね、連絡してくんなって言われてなければ、 送っても最悪いいからあのただねストーカーだと思われる可能性もあるけどさでも例えばだけどそのの手紙を普通の便箋に書くやつもいるわけですよ春なのに桜色のね桜の絵柄が入った便箋買ってこいよって話じゃないですかそれは季節を味方につけてないでしょ季節を味方につけてよせっかく春なんだから、うん で、そこに桜の花びら、まあ、2、3日だったら綺麗かな。まあ、押し花みたいにしてもいいけど、ちょっと挟んでもいいんじゃないですか。ただ、ね、桜の花びらまで押し花的にしたものを送るのは、ちょっと怖いかなーって思うけど、でもどうせね、普通の手紙送ったってまあまあ怖いんだから、<laughs> まあまあ怖いでしょ。だったら、起死回生の一発を願って、なんかちょっと桜の花びらをピラッと一枚、その、 便箋の中に入れておく。いいんじゃないそれは。もうその、それしか手段がないんだから、後悔しない方にした方がいい、しないようにした方がいいし、その粋な計らいによって相手の心が少しその動くっていう、その季節を味方につける粋な計らいによってね、粋な行動によって相手の心が動くっていうこともあるんですよね。 で、思い返せばだけど、今は思い出したんだけど、あの、僕はあの、大学生の時に新聞小学生つって、あの、新聞配達しながら、えっと、奨学金を新聞社からもらうっていう、あの、返さなくていいやつ、返済義務なしの、まるまるもらえるっていうやつの奨学金をもらうっていうのをやってたんだけどね。新聞配達の時、僕初めて、あの、ま、大学に来た時に、こっからざ、ちょっと雑談みたいになるけど、初めて所沢に赴任してね、で、そっから、その、東京国際大学っていうところに、 エフ <laughs> ランちゃエフランだけどさ、うん。でも国際関係学部なんて当時そうそうなかったんだよ。うん、でもその東京国際大学の国際関係学部っていうところにね、すごい入りたくて、世界の、世界情勢って大好きだったから、そこの大学行ってたの。で、その時にあのー、まあ、新聞配達だから朝新聞配るわけだよ。で、春、うん、札幌は、 あの当時、札幌に住んでたからさ、高校まではね、高校までは札幌に住んでたから、札幌なんて、こういうね、その、これ何桜って言うんだっけ染めイヨシのか。普通の桜なんてねえわけだよ。あ、こ,うこれ何つってんだっけって、これただの増加だけどさ、うん。そういう普通の桜ないわけだな。で、あるのが大体八重桜っちゅうのかいあの、ボタン桜っちゅうのかいなんかずっしり重い桜ばっかりなんだ。うん、んそれをちらちら見たことあるぐらいで、こういうちゃんとした染めイ,イヨシの的な桜見たことなくてね。 で、初めてその、埼玉県所沢市に行ってさ、で、朝配ってると、桜の時期になったら、桜すげえねあー真っピンクだもうすげえ感動しちゃってさ、僕。で、バイクでべーんって、この、原付きのね、50cc のあのー、新聞配達株で配ってるわけだけど、風とかバーって吹いたりとかしたら、前かごにどっさり積んである新聞縦にこうやって積んでんだけど、その新聞に、桜の花びらがど、もう結構どっしり挟まることがあるわけだ。 お、これいいじゃないか。大津だなと思って。で、そのままこうやってフッてこう、ね、新聞を畳んで、その桜の花びら一枚入れたまま、挟み込んだまま、新聞配ってた時はある。それぐらいだったら、お、春じゃんって思うじゃないですか。それぐらいだったらね。それドバドバ入れちゃもちろんダメだけど、そんな感じで <laughs>、季節を味方につけるっていう行動をして、季節を楽しみながらやってよ。 ね、やってよっていうか、復縁活動を頑張ってってこと。うん、そういうことを、今じゃあやらないできるチャンスなんだから、今まさに。やらなきゃダメだしさ。で、まだただ、別れたばっかりでいきなりそれやるっていうのもまあ変だから、じゃあまた別の機会の別のタイミングで別の季節にいいことやるっていう、その季節感を味方につけた行動とか連絡とかアクションとかやるってことを考えて。 でそれまでは例えばその自分磨きを頑張ってでその例えば2ヶ月3ヶ月とかネット普遍工作とかご依頼していただくでもいいしさで6月7月8月がそろそろ夏になってくる頃にいよいよアクション仕掛けるでもいいしとにかくその季節っていうのを味方につけてほしいなと思って。 今回、そういう話をしました。その、春の季節を味方につけるとしたら、自分はどういう行動ができるのかなっていうのを、ちょっと考えてみて。服装は必須だよね。服装は必須ですよ。で、それを LINE のプロフィール写真に変えておくっていうのも必須だよ。春感出そうぜっていうことだね。それは今すぐ、ね、あの、効果が出ないっていうことでも頑張るんだよ。今すぐ効果が出なそうだから、これはやらないっていう考え。やめてほんと。今すぐ復縁はできないから。はあ いくらかその今の行動がそれが足がかりになってじゃあ夏頃復縁できるとかそういう感じになることが本当に多いからさ今すぐ復縁はなかなか難しいからだからその今すぐ効果が出ないんだったら無駄だからやめるってその考え方はもう人間として間違ってるのやめて今効果が出なくても自分自身がこの春っていう季節を楽しんで充実した人間に人生にしていこう魅力的な人間に季節を身にまとう魅力的な人間になっていこうと思って頑張って そういうやつの方が普通にいいやつじゃん。はい。っていう感じですね。今回はこんな感じです。頑張っていきましょう。コンシェルでした。ではまた。